今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。はい、無事にどんぐり共和国の福袋を受け取りました。これからアニメージとジブリ店の内覧会に行ってきます。大した距離じゃないのでこのまま歩いていきます。ブルガリのビルすごいっすね。はい、こんにちは。今回はアニメージュとジブリ展の内覧会に行ってきました。この展示はね、1月3日から銀座の松屋でね開幕するんですけど、12月28日にね内覧会がありまして、一足先にそこで見てきました。内覧会っていうのはね、僕初めて今回参加したと思うんですけど、通常時よりもねだいぶ人が少なくてね、見やすいですね展示がね。まあ大体ジブリ関連の展示ってすごい混むじゃないですか。それなんでまあ人混みの中でね展示物を見たり読んだりとかねしなきゃいけないんですけど、今回は本当に人が少なかったのでゆっくりと楽しむことができましたね。これまでとねだいぶ印象が違います。まあ、長蛇の列とかも何にもないし、時間が足りないっていうことがなかったので、本当になんかこんな優雅に見れるんだなと思って参加してよかったと思いましたね。それでまあ今回のアニメージュとジブリ展っていうのはね、2020年に東京でね開催したんですけど、あの時はコロナのね1年目で、東京に緊急事態宣言が発出されて10日間かな、それぐらいでね途中で終わっちゃったんですよね。それなのでまた今回ちょっとバージョンアップして戻ってきたんですね。展示物がねその時とだから少し違います。なので当時見に行った人もね、今回もう一回見に行ってもね楽しめますよ。前回もまあ割とねジブリだけじゃなくってまあアニメージュの展示物っていうのがあったんですけど、今回の方がアニメージュにちょっと力を入れてるかなっていう感じがしました。ジブリ以外のね、割とそのね当時の創刊して間もない頃の作品っていうのが紹介されてたりとか、アニメランドっていうねアニメージュ創刊前のねなんかアニメ雑誌らしいんですけど、そういったものもね展示されてましたね。でアニメージュもね創刊する時っていうのは別冊アニメランドっていう位置づけだったっていう風にね書いてあったんですよね。そうなんだと思って、まあでもアニメージュがね創刊されたことでアニメ雑誌っていう位置づけはなんか変わったんでしょうね、きっとね。それぐらい大きな影響を与えてたんだろうなっていう風に思います。当時は僕生まれてないのでね全然わからないんですけど、これリアルタイムで知ってた人だったらね本当に懐かしいものが展示されてるんだろうなって思います。それでまあ前回ねすごく良かったあの竹谷さんのナウシカとあの巨神兵のジオラマですね、あれはまた今回も展示されてました。あれはね本当に展示の目玉と言ってもいいぐらいのね結構迫力のある展示だったので、今回もね見れるといいなと思ったんですけど、ちゃんとあります。あとワンダーシップ号とかねラピュタのジオラマもあったし、そこら辺の展示物
が前回に引き続きまだありました。前回よりもナウシカのジオラマエリアはね、照明が明るいのでね、写真が撮りやすいかもしれないですね。それからね、他にもフォトスポットがあって、アニメージュのね、大きな表紙パネルがあって、そこでね、一緒に写真を撮ることができます。表紙の中に入って写真を撮る感じですね。まあ、それから今回は、まあ、鈴木敏夫さんのね、トークショーとサイン会と一緒になった内覧会っていうことで、鈴木さんからもね、サインをいただいてきました。それからまあ、今回ね、鈴木さんがスラムダンクの、映画スラムダンクのね、あの宣伝方法を絶賛したことでね、ちょっと話題になりましたけど、あの映画ってまあ、ほとんど情報を出さない形で公開されて、公開されてから大きな話題を生んだ映画じゃないですか。それでまあ、すごく評判も良かったと。まあ、その手法をまあ、鈴木さんは絶賛されて、まあ、君たちはどう生きるかでもね、情報を出さずにやっていくっていうことを言ってね、もういろんなメディアでスラムダンクの宣伝手法を踏襲するみたいな書かれ方をしてたんですけど、まあ、鈴木さんってそれより以前に自分でもあまり情報を出さない宣伝手法をやってみたいっていうことはね、ずっと前から言ってたんですよね。もうほんともう何年も前からそういう風に言ってたんですよ。まあ、ハウルの動く城の時もね、そんなに情報出してなかったですけど、今回の君たちはどう生きるかの時もね、あまり情報出したくないってことは言ってたんですよね。多分ね、鈴木さんのやりたかったことっていうのは、タイトルも発表しないで、公開日も発表しないで、突然公開するっていうことをやってみたかったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。いついつ公開するっていう告知がなくて、まあ、突然誰かが映画館に行ったら気づくとか、まあ、東方シネマズのね、サイトを見てたらタイトルがあって、この映画は何だろうっていうふうに誰かが気づくとかね、そういった形でどういうふうに広まっていくかっていうのをね、鈴木さんは見てみたかったんじゃないかなって、それを本当はやりたかったんじゃないかなって思うんですけど、タイトルの方はね、宮崎駿監督が安藤勝利さんとのね、対談で漏らしちゃったので、タイトルだけはもう何年も前からね、みんなに知れ渡っちゃったんですよね。あれ本当はね、鈴木さんは多分ね、タイトルもね、出したくなかったと思うんですよ。何かの時にね、まあ、宮さんがタイトル漏らしちゃったからってぼやいてたんで、多分本当はね、タイトルは言いたくなかったんですよね。それで公開日もね、発表したくなかったんじゃないかなと思うんですけど、きっとね、東方の人がね、許してくれなかったのかな、なんていう風に想像してるんですけど、まあ、これはあくまで想像なのでね、本当のところはわかんないんですけど、今回それをね、鈴木さんに聞けばよかったなと思って、サイン会の時に。いつもサイン会の時ってまあ、なんだかんだでいろいろね、聞くことを考えていくんですけど、僕は今回何も考えていかなかったんですよ。何も考えていかなかったっていうか、なんか聞きたいこともあったんですけど、まあ、聞くのもなんか野暮かなっていうことだったんで、宮崎監督の今回の新作って1ヶ月で映像の生産量が1分だって鈴木さんが以前から言ってたじゃないですか。それでまあ、今回の制作期間考えると、だいたい1時間かまあ、70分ぐらいの作品になるのかなって思ったんで、君たちはどう生きるかって何分なんですかっていう風にね、ちょっと聞きたかったっていうのはあるんですけど、それ聞くのってめちゃくちゃ野暮じゃないですか。そんなん見りゃわかるよとかね、まあこれからわかることだよっていうことなんで、事前に聞くことでもないなと思って、それにまあ、鈴木さん自身が情報を出さない方がいいっていう風に言ってるのに、まあ聞くことがないなっていうか、なんか浮かばなくって何も聞かなかったんですけど、でもこれ聞きゃよかったなと思ってね、こういう宣伝手法をやろうと思ってたんじゃないんですかっていうのね、聞けばよかったなと思って、このね、何にも情報を出さないで公開するっていうのをやってたらね、きっとね、すごい最初はね、爆発的な広がり方したと思うんですよね。多分どっかで誰かが公開の1週間ぐらい前に気づくじゃないですか。あの東方シネマズとかね、まあ映画館のそのサイトを見てて、この映画はなんだっていう話になりますよね。それでまあ上映回数もすごく多いぞっていうことになって、そっからまあどんどんね、噂が広まっていくじゃないですか。これはもしかしたら宮崎監督の作品かもしれないって、それでまあ確認するためにもね、公開初日に行く人っていうのがね、すごく増えたりして、初動はね、めちゃくちゃすごくなると思うんですよね。それやってくれてたらな、面白かったなっていう風に思ったんですけど、まあね、タイトルはまあ事前に分かっちゃってたし、公開日もね、今回はね、普通に発表されたので、まあ今まで通りの公開という形にはなるとは思うんですけど、まあまだね、どういった作品なのかっていうのはまあ限定的ですよね。ポスター画もね、鳥の顔のアップで、サギオですか、アオサギのサギオ、それだけしか分かってないので、まあキャラクターもね、全貌はまだ分からずじまいで、まあどんな映画になるのかね、楽しみですね。はい、これですよね、サギオ、目のアップでね、これは模写したものなんですけど、アオサギがこんな形で登場しますよね。これは鈴木敏夫さんがモデルなんじゃないかっていう風に言われてるんですけどね、どうなんでしょうね、見てみないことには。はい、それからあのサギオの目の部分からね、想像して描いたトトロとミックスした絵なんですけど、これツイッターにアップしたら、これ公式の絵なのかっていう風に勘違いした人がいて、想像ですよっていう風に言ったんですけど、まあ絶対こんなキャラクターではないでしょうね。トトロとミックスしました。はい、それから今回サイン会でいただいたのがこちら、神谷田さんがジブリパークにね、行って宮崎駿監督を撮影した時のね、まあ、写真が収められてる、まあ、一応写真集なんですけどね、ちょっと薄い感じで、これは600円です。はい、こんな感じでサインをいただきました。鈴木敏夫、神谷田って言ってお二人にいただきました。このお二人
にねサインいただくのはあのジブリ美術館物語以来ですね。約2年前ですか。あの時も写真集の発売でいただきました。このねサインいただく時にね逆に鈴木さんから聞かれたんですよね。今回これみんな買ってんでしょって言って600円だけどこれ高い安いっていう風に聞かれたんですけど、僕ねこれ現物全然見てなくってサインいただくまで、それで全くどういったものにね書いてもらってんのかも分かんない状態だったんで、いや現物見てないんでちょっと分かんないですねっていう風に答えたんですけど、そうか冊子だったのかと思って、まあジブリとして冊子を販売するってちょっと珍しいですよね。それで聞いてきたのかなっていう風に思ったんですけど、安いか高いかっていう以前に僕はあれですね、写真集だったらもうちょっと本らしい本にしてほしかったなっていう風には思いますね。これって本当になんか特典とかの配布物に近いかなっていう状態なので、熱風とかもこんな感じじゃないですか。もう最近ね映画館とかでも特典で冊子とかもらえることが多くって、なんか販売物っていう感じはしないなっていう気がしたので、まあ価格をね1200円とか、まあ、2000円とかでもいいですけど、まあ、高くして本にしてほしかったなっていう風には思いますね。はい、例えばこちら、これはこの間発売されたばかりの、まあ、ジブリパークのね公式ガイドブックなんですけど、これってまあ一応本の形に、一応っていうかまあちゃんと本の形になっていて、まあ1200円なんですよね。だからまあこれの倍なんですけど、まあ1200円でこれだけの本ができるわけじゃないですか。そうするとまあ写真集としてもまあ1200円かまあ2000円になってもいいんですけど、本にしてくれたらなちょっとお金出しやすいかなっていうか買いやすいかなっていう風に思ったんですよね。フリーランスでやってるね絵描きの人とかね写真家の人はねこういった冊子にして販売するっていうことはあるんですけどね。はい、それからね鈴木さんのサインって僕結構ねたくさん持ってるんですよ。鈴木さんってこういったねキャンペーンというかねサイン会をねめんどくさがらずに結構たくさんやる方なので、今までにもらったサインがね溜まってるんですよね。はい、こちらはまあ鈴木さんが一番最初に出した本かな、映画道楽っていうね本なんですけど、まあ鈴木さんが見たね映画についての本なんですけど、はい、こちらにね鈴木敏夫さんのサインがあるんですね。2005年4月2日鈴木敏夫、多分ね2005年に初めて鈴木さんがね本を出したんだと思います。その後ねガンガンいろんな本を出していくんですけど、まあこれが鈴木さんの一番最初のね作品だと思います。はい、そしてこちら映画道楽に続いて今度は仕事道楽っていうね、まあ鈴木さんはねなんかタイトルに道楽って入ってるね本が多いんですね。こちらも鈴木さんのサインがあって、これは筆で書かれてるんですよね。これ結構お気に入りのサインです。2008年11月9日なんだね。これも鈴木さんのサイン入り。はい、そしてこちら、これは風に吹かれてですね、これは一回単行本で発売されて、その後ね文庫化した時にサイン会が行われました。はい、こちらですね、ちょっと上にすると名前があるので2019年ですね。これはね結構最近だ、鈴木敏夫。はい、そしてこちら禅とジブリですね、鈴木さんが禅僧と対談をした時の本なんですけど、こちらも発売した時にサイン会がありました。よいしょ、こんな感じですね。これは2018年か、こっちの方がさっきの風に吹かれてより前でしたね。そういえば最近鈴木さんサインをちょっと変えたなんていうこと言ってたんですけど、ちょっと後で確認してみましょうか。ちょっと違うかもしれない。はい、そしてこちらは南の国の寛屋田、こちらのね写真を撮った寛屋田さんについて書いた小説なんですけど、これも発売して間もない頃だったかな、原宿かなんかでサイン会があって、その時にいただきました。よいしょ、こんな感じですね。だいたい鈴木さんは真っ黒クロスケを書くんですよね。これ何か他のものをリクエストしたら書いてくれるのかな。これも2019年ですね、割と最近だ。ということは2019年に2回僕サインもらいに行ってんですね。鈴木さんもよく本を出すし、よくサイン会をしますね。はい、そしてこちら、これはオールアバウト敏夫鈴木です。これはねもう発売して間もない頃にね一回普通に買ってたんですけど、その後ねサイン入り本がね鈴木敏夫とジブリ店でね発売されてたんでね、どうしようかなってちょっと迷いながらもね買っちゃいました。だもんでこのオールアバウト敏夫鈴木2冊持ってんですよ。2冊持ってどうすんだって状態なんですけど、まあ、サイン入りとサインが入ってないので2冊持ちです。まあ、こんな感じですね。まあ、これねサインだけじゃなくてこの楽観が入ってるんでいいなと思ってちょっと迷ったんですけど買いました。この本高いんでね、この楽観いいですよね。これは宮崎駿監督がねデザインしたものらしいんですよ。可愛いなと思って。はい、そしてこちらジブリ美術館物語です。多分これでもう最後ですね。他にはもう鈴木さんのサインなかったと思うんですけど、これが、まあ、前回というかジブリ美術館物語を発売した時にサインをいただいたもので、この時も鈴木さんと寛屋田さんにサインをいただきました。じゃん、こんな感じですね。これは2020年って書いてあるのかな、3月7日。あ、そうだ、2020年でコロナが出た1年目の年で、この時このサイン会とねトークショーとサイン会セットだったんですけど、このイベントなくなるんじゃないかななんていう風に思いながら待ってたんですけど、無事開催されたんですよね。それで鈴木敏夫さんと寛屋田さんにサインをいただいてます。
貫谷田さんのサインって今回とちょっと違いますね。これね、今回の貫谷田さんのサインは割とシンプルに読める貫谷田って書いてありますね。あれ鈴木さんもサイン変えたって言ってますけど、どうなんでしょう。なんかそんなに変わってないような、ちょっとシンプルになったのかな。そんなに大きく変わってないですよね。はい、ということで以上が鈴木敏夫さんのサイン本です。全部で 1,2,3,4,5,6,7,8 冊ですね、今回の入れて。鈴木さんのサイン本が8冊になりました。多分他にはもうなかったはず。あ、それから今回これを持ってけばよかったなと思って、これってもう以前にね、買った貫谷田さんの写真集なんですけど、鈴木敏夫さんが発行人で、まあ貫谷田さんがね、自分の故郷のあのパクトンチャイを撮った写真がね、収められてるものなんですけど、これは普通に買ったものなので、サインは入ってないんですよ。だから今回ね、貫谷田さんと鈴木さんが2人いるので、これも持ってってサインもらえないですかっていう風にね、お願いすればよかったなとかはちょっと思ったんですけど、でもまあそれやったらマナー違反ですかね。みんな自前で本持ってったら大変ですもんね。でもちょっとね、お二人のサイン欲しかったなってちょっと思いました。はい、それでまあ今回発売されたこの冊子っていうのは、多分今回のアニメージュとジブリ店のグッズ売り場でしか販売してないと思います。多分一般の本屋には並ばないし、アマゾンとかでも買えないと思いますね。それなので、これを欲しい方はね、会場で買うしかないと思うので、ある種レアなものになるかもしれないですね。それでまあ話戻りますけど、これは冊子という形じゃないですか。だけどちゃんと本にして宮崎駿写真集とか出したらね、結構売れるような気がするんですよね。まあ、そんなバカ売れはしないでしょうけど、コアなジブリファンは結構ね、喜んで買うと思いますね。ほら、以前どこから来たのか、どこへ行くのか、ゴローはっていう、この宮崎ゴロー監督の写真集っていうのは発売されてるじゃないですか。まあ、これもね、貫谷田さんが撮影したものなんですけど、まあ、宮崎ゴロー監督の写真がまあたくさん入ってるんですよ。まあ、ほとんどゴロー監督の写真集っていう状態なんですね。まあ、この感じで、まあ、宮崎駿監督の写真集を作ったら多分そこそこ売れると思うんですよね。だから貫谷田さんが撮ったね、宮崎駿写真集のね、発売をね、ちょっと希望しています。あ、ちなみに写真の内容はね、いい写真多いですよ。宮崎駿監督のね、素の写真というか、構えた写真じゃなくって、まあ、プライベートに同行しているものなので、自然体の宮崎駿監督が収められてます。すごいいい写真が多いのでね、ぜひね、気になる方はこれ買ってみてください。おそらくね、これ今後はね、まあ、入手困難にはなるんじゃないかなっていうふうには思います。それでまあ開幕は1月3日からです。東京の松屋銀座ですね、前回と同じ。今回もね、 MG カフェっていうところでジブリ店とのね、コラボメニューもね、発売されています。この間内楽会行った時にはね、食べてこなかったんですけど、もう一回ね、僕ね、一般のチケットも購入してるんで、もう一回行くので、その時はね、カフェにも寄ろうかなと思ってます。鈴木さんもね、こういったのを僕にこれ600円って安い高いって聞いてくるあたりが、なんかすごく接しやすくていいですよね。すごく壁のないナチュラルな方というか、自然体ですよね。もう最近鈴木さん自身がね、前奏みたいになってんじゃないかと思ってるんですけど、結構宮崎駿監督とはね、反対のオーラを放ってるというか、雰囲気を持っているというか。宮崎監督はね、もう結構ね、まあ草刈りの時に間近でね、見させてもらったんですけど、威厳のある感じで巨匠って感じなんですけど、鈴木さんと宮崎さんが正反対なのがまた面白いですよね。はい、ということで今回はアニメージュとジブリ展の内覧会に行ってきたという動画でした。はい、そんなわけでまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。